あと月のサプリメント代が限られています。1万5000円程度ですが、その範囲でしたら何を取るのが良いでしょうか。これはね、サプリメントは何かを取らなくちゃいけないという考え方じゃなくて、足りないものから、食事で取れないものから取ると。で、食事の取れないものは何かというと、まあ、普通はビタミンミネラルを、まあ、保険として取ると。で、ビタミンミネラルはもちろん食事から取れるんだけれども、足りないことを考えて保険として、マルチビタミンミネラルのサプリメントを取ると、ね、いうところは、まず、ベーシック、基本としては、思いつくだけども、あとは、プロテインという、タンパク質の補助ね、プロテインパウダーに関しては、これは、もちろん、食事からタンパク質が全部取れてれば、取る必要がないという考えがあって、これは間違いじゃないんだけれども、トレーニングの前後、すぐ直前とか直後に、食事は、直前は食べれないでしょ。食事食べたらすぐトレーニング、もちろんできる人もいるかもしれない。できる。ね、俺もまあ別に食べて結構、直後じゃないけども、30分ぐらいトレーニングしても問題ない人だけれども、できない人の方が多い。こう食べてすぐやって吐きそうになっちゃうとかね。そういう場合は、まあその時ね、タイミングとして俺、ね、食事を取らなくちゃいけないんだけど、トレーニングもしたいという場合は、プロテインとかサプリメントを取るとか。で、直後に関してはもちろん食べてもいいんだけれども、サプリメントの方が吸収が早いので、その方がまあ若干有利かなというところがあるので、そこら辺のところを取っていくと。あとは、もしその中でまあ1万5000円程度だったら、まあ、マルチビタミン、アナバイトがまあ4000円ぐらいとして、で、プロテインが、まあ、これで1万円ぐらいかな、2つで。あと5000円取るとしたら、あとはトレーニング前中後に、例えばね、トレーニング中のサイズを加えてみるとか、トレーニング前のプリワークアウトを加えるとか、あと1個ぐらい付け加えて、トレーニング前、トレーニング周辺に取るサプリメントを俺は結構重視してる。ね。だからその辺のビタミンミネラル、プロテインというところから、あともう一つ予算があれば、イントラとかね、プリワークアウトというところをピックアップしていけばいいんじゃないだろうか。